周桂本源事物語とは、源氏物語の写本の一つ。本写本は、室町時代末期の書者とみられる54兆54冊からなる写本である。戦国時代の連覇史である、周桂 -1544 年により、書写されたとされていることから、この周桂本の名称で呼ばれている。また夢受け橋末期間末に、 里村上派による奥書きが記されていることから上派奥書き本と呼ばれることもある。現在は天理大学天理図書館の所蔵である。全庁にわたって里村上派によるとされる数多くの手書きの注釈が書き込まれている。その多くは本文の横に発話者が誰であるのかを書き込んだような短いものであるが中には 他の注釈書には見られないような独自の見解を含むものも見られる。また前述のように夢浮き橋間端には上波の奥書きが記されていることから上波が源氏物語の学習のために用いた写本ではないかと考えられている。本写本の本文は大きく見れば青表紙本の三条西屋本系統に含まれると考えられるものの独自内分も多い。 現存する書写本の中では、小白本が最も近いものである。さらには、源氏物語の最も初期の半本である。古葛字版、源氏物語の本文に非常に近いものであることが分かっており、本写本の詳細な研究は古葛字版、源氏物語の成立事情の解明に寄与すると期待されている。高位源氏物語や、源氏物語別本修正といった主要な広本への 採用もなく、本社本単独での複製本、永遠本、本国本の出版もない。なお、本社本の紙焼き資料が作成されて、大学共同利用機関法人人間文化、研究機構の国文学研究資料館に所蔵されており、これを利用した研究が存在する。ありがとうございます。